続いては三色団子です。民族芸能の集いに毎年風だまりという太鼓団体で参加させていただきましたが、昨年風だまりを子どもたちに任せ、私たち3人で新たにスタートし、現在和太鼓ユニット三色団子で活動しています。篠笛や鳴り物を取り入れ、大倉山乾杯会や熊野神社の星祭り、高齢者施設、地域ケアプラザなどで太鼓の演奏を行い、和楽器の楽しさを伝えています。盆踊り大会では太鼓や鐘の音色で町を盛り上げています。今回の集いに昔から仲のいい太鼓仲間、和太鼓ユニットここみの3人が加わり、6人で賑やかにお送りします。演目は熱風、蛍火、古風です。それでは三色団子です。どうぞ。Thank you.
皆様皆様こんにちは。和太鼓ユニット三色団子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今の司会者からご紹介があったと思いますけれど、今日は15年ぶりに会ったんです。太鼓はもともと一緒にやらなかったグループなんです。私たちは江北区の諸岡で、あちらのお三方ここみさんは浅草でやってるんです。なんで今日は浅草からスカイツリーの下がお家なんですけど、そこから来てくれて、今日はこの会で実現したんです。まあ、先がそんなないんでね、いろんなことをやろうよって言って提案したら、まあやりましょうってことで、ようやくこう15年で実現したんで、皆様にも感謝いたします。では今日は6名で元気に皆様に元気を差し上げられるようにしっかり打ちます。どうぞ楽しんでください。Thank you.